見てくださいよこれ、めちゃくちゃ緑が濃くなって、4月とは全然違う感じになってる。ここはね、丸山公園っていう場所なんですけど、前ここで4月かな動画を撮ったんですけど、あの時とはもう全然違う緑の色をしててすごいよ。ちょっと雨が降ってるんですけど、木に守られててね、ここまで水が落ちてこないんですけど、すごい緑が迫ってきてるから前よりもちょっと道が狭く感じるな。鳥の声が聞こえてるわ。鳥がいっぱいおる。すごいなこれ。すごいな、ここも相変わらず何回来ても感動するんだけど、これこんなさ、すごいスロープ、スロープで合ってます、この木の道とこの癒しの空間、これをねただで無料で歩けるってすごいよね。こんな場所を作ってくれてるなんてすごいでしょこれ。てかね、でかい公園がありすぎて土日が毎回忙しいんですけど、あとね、できればもっとね、いつかは遠くにお出かけもしたいなとか最近は思うんですけど、何でも全て欲しいものを手に入れ続けてもね、目の前のありがたみがなくなるから、このまあ今1年目なんですけど、カラス、まあ移住1年目は札幌付近でブラブラしていようかなっていう感じなんですけど、まあね、この前5月手売り島行ったり滝川行ったりした、お前が何言ってんだって思われるかもしれないんですけど、一応これでもね抑えてはいるんですよ。もう来年になったらね爆発してね北海道のいろんなとこ行き出すかもしれないんですけど、今年はちょっとねおとなしくしてますわ。ここで前リスに、あっちかリスさんに会ったんですよ。でもこういう天気の日はどうなんだろう、いないのかな。ここが一応家ってことでいいのかな、リスの。いないね今日はね。めっちゃ逆光だけどそこにねリスさんがいんの。ちょっとね、これわかる？ガリ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 言ってる。これでどうかな？映ってるかな、リスさん。めっちゃ逆光だけど。何やってんだろうね、あれ。ちょっとしばらく観察しよう。おー。カリカリ言ってるよ。今ね、普通に道を歩いてたら、上からね、カリカリ音がして、あそこにいるなって分かったんですけど、やばいやばいやばい、ちょっと左足めっちゃ蚊に刺されてる今。あれはどんぐりを食べてんのかな、それとも松ぼっくりかな。あ、落とした落とした。お、どうした。え、めっちゃ見とる。このね、リスの動画を撮ってる間に多分5箇所ぐらい蚊に刺されてるんですけど、めっちゃかゆいよ。やばいやばい。